はい、こんにちは、しげぞうです。今日はですね、ちょっとチャレンジしました。もう終わったんですけど、まあ、失敗に終わりました。あの鹿児島のじっちゃんチャンネルってこの間の撮影に来ていただいたあのじっちゃんチャンネルのじっちゃんですけどね、あそこのコメントにですね、今度は今あの竹シリーズでやってますから、5メートル67センチの高さ、5メーター67センチの竹山を作って、5メーター67センチ歩きますから撮影に来てくださいと、コメントを書いたんですけれども、いきなり5メートル67センチは無理だろうということで、今日ちょっとですね、予行練習でですね、まあ、とりあえず2メートルの竹馬を作って、練習してみました。これですけどね、高さがまあ2メートルあります。ちょっと映りませんけどね。まあ、失敗に終わったというのは、歩いた途端にですね、このボッキリ折れて転落しました。それでですね、この、まあ、ガムテープですけど、とりあえずまあ横練習で、まあ、ダメでしたね、これ。まあ、これはちょっと無理だろうというのは分かりました。申し訳ありませんけれども、ちょっと撤回ですね。5メーター67センチの竹馬で5メーター67センチ歩くというのは、ちょっとこれはもう命の危険があるなということで断念いたしました。まあ、そこでですね、まあ、リベンジはできませんから、今度はですね、他になんか竹でチャレンジできないかと思ってですね、直径1メートルの竹トンボですね竹トンボを飛ばしたいと思います。これもですね、まあ、調べた限り、まあ、成功、した人がいないみたいですね。 YouTube でずっと見たんですけれども、直径1メートルの竹トンボ、これを、上空に飛ばすというのが、まあ、成功した動画がちょっと見当たりませんので、まあ、一つこれに挑戦してみようかなと思って、竹馬から竹ともですね、まあ、大きく変わりましたけれども、ちょっと今日はカメラマンの龍さんも呼んでですね、撮影をお願いしたんですけれどもね、まあ3歩目で折れて、転落ということで、終わってしまいました。動画に収める間もなくですね、終わってしまいました。ということで次回ですね、今度はあの1メートルの竹トンボに飛ばすことに挑戦したいと思いますので、よろしかったらですね、皆さんチャンネル登録、応援、またご視聴いただければありがたいです。ということで今日は何もなしでした。以上です。またお会いしましょう。しげぞうでした。